戦チャンネルの時間です。若牛です。ニシです。本日は中村ゆりさんにお越しいただきます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。金魚なんでね、いつでも来れるテレビチャンピオン、うん、15年ぐらいやられて、テレビチャンピオンっていうタイトルでは15年ぐらいやって、その後大食いをまた9年続けたんで、はい、いやもう大体24年4、5年ぐらいね、はい、あの番組にはかかりましたけどね、ほんと手探りでね、うん、いろんなことやって、こうやった方がいいんじゃないかっていう打ち合わせも出てね、いろんなみんなで、ああやろうこうやろうっていうね、うん、あの会議までやってましたよ、はい、当時ビデオテープに撮ってまで、いまだに時々見るんですけど、はい、食品サンプル選手権大好きやったんですよ。あれ面白かったですね。レタスやキャベツの葉っぱこうやって作るとか、あーローをね、さって垂らすと、はいはい、そんなのあるんだっていう、はい、僕ね、中でも一番驚いたのは、はい、廃材王選手権っていうやつがあったんですよ。廃材王、はい、はい、家具があるでしょ、はい、家具がね、現場に行ったらね、ドーンと本当山になってるんですよ。使い古した家具ですよ、はい、選手はそこから自分の使えそうな、うん、ボロボロの家具を持ち寄ってきて、はい、解体して、うん、一皮剥いて、うん、一皮剥くと綺麗な木材が出てくるんですよ、うん、それで新しい家具を作るんですよ、うん、この変身見たら、素晴らしいね、こんなことができるの、うん、っていう、僕はパントマイム見て、人間にこんなことができるのと同じ感動をね、うん、廃材からこんなすごい家具ができちゃうんだっていう、いやあれはもう本当に僕の中じゃ、あの職人物の中で一番驚きましたね。自分もいつか出る企画が出てくるんじゃないかというワクワク感もあるんですよね。もう今だったら、だからおもちゃコレクター選手権、おもちゃコレクター選手権があったね、はいはいはい、いつか自分も出れる企画があるんじゃないかと思って見ちゃうんですよね、うん、今も頑張ってる、例えばさかなクンもここデビューですよね。そうです、テレビチャンピオンでね、さかな2選手権で高校生でしたけどね、当時高校生、高校生ですね、学ラン着て出てきましたからね、はい、まあ最初からあのキャラクターでしたから、あんな感じ、こんな感じ、最初はギョギョッとは言ってませんよね言ってたらしいですか言ってないし、帽子もかぶってない、あ、そりゃそうですね、そうそう、まだ帽子かぶってないからね、はい、やったら詳しいんですよね、さかなに、まあ、やったら詳しくてもね、うん、あの競技のルールを覚えてくれなくてねもしかしたら、はい、お蔵入りも結構あるんですか、ルールを決めて、はい、勝敗を決めてやるわけじゃないですか、うん、納得しない人がいるんですよ。あ、分かる分かる、なるほど、そうすると、うん、俺の出番を全部削ってくれって言い出すんですよ。負けてから、負けてからもう出てなかったことにして、うん、そうそう、あ、だからやっぱテレビチャンピオンはあのタブーを破った番組なんですよね。一般の方に、うん、例えば料理人を戦わせるなんてことはそれまでなかったわけですから、うんうんうん、だって皆さん看板背負ってくるわけだから、そう、店の威信かけて戦ってるんですよね。そうなんですよ、はい、だから勝った人はいいですよ勝った人はだってそっから売り上げがドーン伸びて有名になってお金持ちになった人もいっぱいいるし、うん、勝った人はいいんですよ、うん、負けた人にどれだけフォローするかっていう、うんうん、あ、そこを気を使われた、はあ、なるほど、それも大事ですね、はあ、でも、はあ、それが気使わないと、うん、気に入ってたのはね選手、ケーキ職人選手権、うん、ケーキ職人選手権は、うんうん、ケーキ職人さんが、うん、こんなケーキ作っていいんだって、儲け関係なくて、うん、作りたいケーキを作っていいわけじゃないですか、うんうんうん、夢のようなケーキなわけですよ、うんうん、商売関係ないから、はい、こんなケーキ作っていいんだってね、ホクホクしながら作ってるケーキを、うん、僕たちは食えるわけですよ、うん、食えますね、だからお店で食えないケーキを食えるから、うんうん、いつもそれはもう楽しみでした。もう一つ好きなのがありました、そういえば、はい、カットフルーツ選手権だった、ありましたね、信じられないような技巧で、あのタイの選手とかがね、うん、もうすごい切り方でね、はい、ありました、スイカとかなんか、はいはい、あれいつも脅威だったんですよ、はい、すごかったですね、本当にね、テレビチャンピオンやってる頃ってね、うん、ものすごい一生懸命やったから、うん、テレビチャンピオンやるでしょ、うん、家帰って寝るでしょ、うん、夢が全部テレビチャンピオンな、夢の中でも仕事してるんですよ、24時間テレビチャンピオン、ああ、それは疲れが取れません、それで仕事が行ってまたテレビチャンピオンでしょ、うん、ずっとテレビチャンピオンやってるんですよ、うん、そんな生活がね、ずっと続いたんですよ、ね、
背人間選手権というのがありましたね。背人間、はい、背人間、うん、あれ1回しかなかった確か、はい、え、それはどういった内容なんですか。肺の力を競うみたいな。肺活量、はい、ほー、あのボーリングの球をですね、うん、レーンにこう、うん、転ばすのに、うん、って言ってボーリング球を転がしていったりとかマイナス28度の冷凍庫の中で、ろうそくの火を消していかなきゃいけないんですよ。だからマイナス20何度だから、うん、っていう息が目に見えるようになるんですよ、ね、はいはいはい、うん、僕も一回真似してやったら、うん、頭クラクラしちゃって、うんうん、ダメですね。指先怪力王選手権とかにもありましたね指先怪力王ってね、お餅ペタンペタンするでしょ、うん、指でお餅つかなきゃいけないんです、こうやって。はあ。指先の力でお餅作るんですよ。うん、もち米から。もち米から。一番時間がかかったのが手先が器用選手権です。最後にその、例えば、5ミリ角の、サイコロを、ね、うん、千何十個積み上げなきゃいけないとか、うん、ロケの期間って決まってますよね、大体。うん、3日なら3日って決まって、うん、その中で処理しなきゃいけないんですけど、うん、唯一この手先野球選手権に関しては、うん、予備日を必ず取ってたんです。ああ、時間があるから。時間かかるか終わらない可能性が高いから、うんうんうん、で予備日をまた取ってその予備日を使っても終わらない。終わらない1円玉をね、あーずーっと並べて、うんうん、選手がやってたら、うん、ディレクターが倒しちゃったんですよ、うん、じゃあって、うん、どうなったと思います？いや、ディレクターが責任持って全部出し出したって。トランプ積み上げるみたいなのもあるじゃないですか。ありましたありました。ええー、はい、一瞬だけど。あと1枚、あと1枚、あと1枚、ドゥー、今までの5時間、6時間がまたゼロかいっていう。ええー。本当に台本がね、うん、ないのに、うん、見てる人から喜ばせるような展開になるんですよね。なりますね。はい、司会俺しかいないわけだから、うん、俺はいつトイレ行けるの、うん、いつご飯食べれるのって、うん、だっていなくなった間に何かあったら ね、 そうね、実況できないから。それであんまりね、ダーッとか言ってなんか倒れちゃったけど、うん、今3段目の15個が置かれておりますとか言って、もうなるべく空気も震わせないように、うん、集中しとるのを散らしてもダメですよね。そうなんですよ、まあ、うん、本当に人生かけてやりましたね、この番組は。あれ、三宅島だったな。あの、海の底でね、問題出したいんで、中村さん、あの、アクアラングのね、その、水中潜れるのはどうですかって言うから、グアムで一回5メートルぐらい戻ったかなって、月をね、あれ担いで。あ、なあ、大丈夫ですね。現場8メートルぐらいですから、とか言って。で、現場行って、ポンプもうボンベ、うん、ボンベ担がされてドーンって海の中落っこってみたら、うん、遥か下なんですよ現場が、うんうん、こんな深いのって、うん、8メーターって言ってたのに20メーターぐらいでもう20メーターぐらいにこうスタッフがこう、うん、ボンベ担いだ専門の方がもうそこで待ってるわけですよ、うん、行かなきゃ仕方ないじゃないですか、うんうん、行くんですけど耳が痛くて鼓膜が破れるんじゃないかと思って、で海底までたどり着いて耳に痛いの我慢しながら着いたらどうやったって体が浮いていくんですよ、うん、でここに乗ったら重りガシガシつけられて、うん、確かに浮かないんですけどこれ、うん、何かあった時大丈夫なのかな。遊園地王選手権、遊園地王、はい、遊園地王選手権で、うん、フリーホール、八王子のサマーランド、うんうん、60メーターかな、ドーンと落ちるんですよ、うん、この乗り物がね、うん、そのドーンと落ちた瞬間に僕問題出さなきゃいけないんですよ、うん、その人に、そう、うん、この人は1回だからいいんですよ、うん、僕は選手5人いたら5人、そういうことですね、5人に問題出さなきゃいけないわけだから、うん、もう乗り場の方にあの褒められましたもん、うん、中村さんすごいですね偉いですねよく何回もこのフリーホールに乗っていやそれはねやっぱり、うん、もうねドーンと落ちるんですよ、うん、その間になんとかかななんとかなんですかとか言って聞いてるんですよ富士急のハイランドで、うん、その日台風だったんですよ。台風だからうんゆとこさんなんか動かないと思ったんですけど、うんうん、
台風なのに動かしてくれましたもん。バチ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 。ダメなんか、なんとかなんとかですかーって問題出したもんな。バカなことやってますね、だからな。本当に、まあ、今絶対できないでしょ、あんな無茶。まあ、見てる方は、年配の方が多いと思うんですけど、中村ゆうじさんの目標は、元気なじじいになるっていう目標だったんですけど、じじいになっちゃって。そうですね、みんなで元気なじじいになりましょう、はい、70過ぎても現役でいる、年寄りを、体を鍛えよう。まだまだね、お話聞きたいんですけど、本日はここで、はい、ということで、ぜひまた、エルセチャンネルお待ちしております、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。